日本卓球協会は12日、来年1月22から28日の全日本選手権、東京体育館のスーパーシード選手、上位32シードの組み合わせを発表した。今大会は24年パリ五輪代表選考対象大会の最終戦。2枠の代表争いが注目される女子シングルスは、パリ五輪国内選考ポイントで2位の平野美宇、木下グループと3位の伊藤美誠。 スターツは反対のブロックに入り、決勝まで当たらない組み合わせとなった。両者は勝ち上がれば、準決勝で平野が前回3冠の早田ひな、日本生命、伊藤は11月の全農カップ大阪大会を制した張本美和、木下アカデミー、前回準部位で先行ポイント4位の木原美優木下グループ、と対戦する可能性がある。男子シングルスは先行ポイント1位の張本智和。 友和企画、同2位で2連覇中の戸上俊介、明大は決勝まで当たらない。先行ポイント3位の篠塚大人愛知工大は準決勝で張本、同4位の田中裕太は準々決勝で戸上と当たる可能性がある。